カリヤワンサカ祭りは愛知県カリヤ市築地町にあるカリヤシ総合運動公園で行われている夏祭りであるメインイベントとしてカリヤワンサカ祭り花火大会がある主催はカリヤシ観光協会1990年にカリヤシ生40周年記念行事として開催されたのが始まり当日は様々なイベントが行われるほかメインイベントとして トヨタグループなど、地元企業協賛のもと、7000発程度の花火が打ち上げられる。ナイアガラやフィナーレの音楽とともに、花火が打ち上げられるメロディ花火が特徴。なお当初はお盆明け頃の土曜日、日曜日の2日間はたって行われていたが、2007年から、カリヤソー踊りが独立し、土曜日のみの開催となった。例年15万人程度の人出がある。2016年は、 前日の金曜日にボーンを取り、大会が独立して行われた。2020年はコロナウイルスの影響で中止が決定された。当日、会場に駐車場は設けていない。そのため、公共交通機関の利用を求めている。会場へは、祭り当日のみ、仮谷駅や地流駅、刈谷市役所などから30分に1本の無料のシャトルバスが運行される。なお、 徒歩で会場に向かえる、最寄り駅の名鉄名古屋本線の藤松駅には、通常は止まらない、急行列車の臨時停車が行われる。2014年からは、豊明駅から新安城駅間などで普通列車の増発が行われている。ありがとうございます。